冬季ソチという冬の祭典で青年が輝き放った感動は、ふるさと森の都では未だ失せることなく、共に喜び合える日を風薫る今日まで待っていました。金メダリスト羽生結弦選手、歓喜とともに凱旋パレードです。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは、はい、こんにちは、はい、さあ今日いよいよですね、金メダリスト羽生結弦選手の凱旋パレードが行われます。今日は特別番組でお伝えしてまいります。はい、でパレードが終わった後に、はい、羽生結弦選手本人にこの特設スタジオに来ていただいて、いろんなことをね伺いたいと思っています。はい、さらに仙台放送が撮り続けてきました羽生選手の映像をたっぷりと今日はお見せしたいと思います。そしてまだありますこちら、はい、こちらです。羽生選手が憧れていたというこのプルシェンコ選手がですね、この日のためだけに羽生選手にメッセージを送ってきてくれました。はい、サプライズ企画もありますので、ぜひ最後まで、ご覧になってください。よろしくお願いいたします。さあでは今日のゲストの方をご紹介していきましょう。今日は羽生選手と親交の深いという、アーティストの指田文也さんです。よろしくお願いいたします。指田さん、楽曲の花となれ、これがあの2012年の全日本選手権の後のエキシビジョンで羽生選手がこの曲に乗せて演奏されているということで、はい、できっかけ交流が始まったのはどのタイミングだったんでしょうかね。そうですね、福井で共演した時がきっかけだったんですけど、ちょっとまあそれから一回コラボさせていただいて、まあ、外でこうお話とかしてたらこうなんかプライベート的にもこうなんか性格とか似てるところとかあって、まあ、ちょっと親交がそれから深くなって。あ、そうなんですか。はい、今でもそう連絡取り合ったりされてるんですね。はい、そうですね、はい、そうでした。そうしました、回してやりますので、ぜひいろんなお話を引き出していただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。さあそしてさらにですね、あらあらかしこの MC をしていらっしゃいます千葉直樹さんと、そして飯田アナウンサーにも来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。千葉さん、番組終わった後ということなんですけれども、はい、今日はこの後現場に行っていただくということで、はい、楽しみですね。あ、そうですか。どうやって一緒に羽生選手と一緒にトラックに乗り込むのか。ぜひやめていただきたいと思います。ベガルタのユニフォーム着てけば大丈夫かなと。あ、そうですか。全力でスタッフが止めたいと思います。生の臨場感をぜひ失礼します。お伝えしていただきたいと思います。早速では、会場の方に行っていただきます。よろしくお願いいたします。はい、さあではパレードの概要では見ていきましょう。はい、こちらがパレードのコースとなっています。はい、スタート地点が東二番町通りと青葉通りが交差する交差点です。はい、ここから北へ880メートル、東二番町通りを通りまして、そして仙台市役所手前がゴールということで、はい、午後1時30分にパレードスタートして30分かけて行われるということになっています。はい、さあもう間もなくということなんですけれども、そのパレードの沿道どういう状況なのか中継でお伝えします。高谷さん。はい、こちらスタート地点に近い電力ビル前です。いや今日はカラッと晴れていて気温もとても暖かいので、日向ではあの羽生選手の T シャツ1枚でも大丈夫かなという感じがします。そしてここから少し離れたところにオープニングセレモニーをするところがあるんですが、あの青い舞台で現在その準備が着々と行われています。こちらからは以上です。はい、私は今東二番町通りと常禅寺通りの交差点付近に来ています。今ですね、本当に今日暑くてですね、まあ、沿道を見渡しても分かるようにですね、皆さん日傘を差されたりですとか帽子をかぶられたりして、それぞれ暑さ対策を取りながら羽生選手の到着を待っている状態です。はい、こちらからは以上です。はい、さあもう間もなくということでね、沿道は熱気に包まれているという状況になってきましたけれども、はい、ではここで番組をご覧の皆さんにお知らせがあります。羽生結弦選手の仙台凱旋公演が決まりました。 Together on Ice 明日へつながる氷上の共演、今年6月13日14日の2日間、会場はゼビオアリーナ仙台で公演決定という形になりました。そしてプレゼントもあります。はい、こちらの公演の SS 席ペアチケットをお二人の方にプレゼントします。応募はこの後番組内で発
表する番号に携帯電話またはスマートフォンからかけてください。当選者の方には4月30日までに電話でご連絡いたします。パレードの後に今度は仙台で公演があるという羽生選手ね、はい、そのプレゼントもありますのでぜひ最後までご覧になってください。さあではパレード開始までおよそあと25分ぐらいということになってきましたけれども、ではここで宮城仙台で生まれ育った羽生選手、幼少から綴った金メダルへの感動ストーリーです。2006年トリノオリンピック、私たちに感動を与えてくれた一人の女性、宮城県出身の金メダリスト荒川静香。フィギュアスケート発祥の地宮城は歓喜に包まれました。時を同じくしてここ宮城で一人の少年が夢に向かって走り出します。オリンピック優勝あれから8年、その瞬間は訪れました。思いを、ぬくもりを氷に伝えた羽生。たくましく成長した少年は日本中に歓喜をもたらしました。ソチオリンピック金メダリスト羽生結弦。だから俺はそれでもいいかな。オリンピックで1位になることです。やめるやめない、またはどうすればいいのかわからないような状態。恩返しができたんじゃないかなというふうに思ってます。夢を叶えた一人の青年の物語。仙台市泉区で生まれ、スケートと出会ったのは4歳。小学校時代ノービスクラスで数々の優勝を飾るなど、日本フィギュア界の金の卵として一躍注目を浴びます。憧れの選手はジョニー・ビア君とプルシェンコです。好奇心旺盛な少年は大好きなスケートとずっと向き合ってきました。幼稚園の頃からずっと遊べないです。でも一番スケートが楽しいと思うから、だから俺はそれでもいいかな。小さい時からスケート中心の生活、そんな少年には大きな夢がありました。目指すものはオリンピック優勝宮城県から、はい、オリンピックで男子優勝してないので両方宮城県で両方優勝したいです。何年後かな、そしたら19歳。もう二十歳になっちゃうまだあどけなさが残る少年が抱いたオリンピック優勝という夢。その頃をよく知る一人、荒井真理恵さん。高校の先輩でもあり、現役時代は長野オリンピックに出場。当時の羽生について語ってくれました。学校終わったらすぐにリンクに来て、リンクで遊んでるような感じですかね。普通の子は放課後公園で遊んだり校庭で遊んだりとかしてるんだろうけど、すぐリンクに来てリンクでこの辺走り回ったり、リンクの上で友達とジャンプ対決して遊んだりとか。でもいっぱい転ぶし、いっぱい
笑うし、すごい悔しそうな顔するし、たくさんの表情を見せてくれるような子供でしたね。そんな少年時代の羽生に一つの出来事が起こっていました。泉区のアイスリンク。羽生がいつも滑っていた場所、そして目標としていた先輩たちが育ったリンクが経営難に陥り閉鎖してしまいます。多くの人がリンク存続を訴えましたが、願いは届かず、思うように練習ができない状況になりました。これから俺のスケートはどうなっていくんだろうって思いました。それでも2年後、羽生の夢が再び走り始めました。2007年、羽生の夢をつなぎ止めたのは第二の荒川静香を育てたいという県と市の協力でした。リンクは2年ぶりに営業を再開し、そこには元気な羽生の姿も。夢が再び走り始めます。今の気持ちは嬉しいしかないです。本当に。ゆずる君の目標を聞かせてください。プルシェンコのスコアを抜かしてオリンピックで1位になることです。中学生になると羽生は目覚ましい成長を遂げます。日本のジュニアトップにまで上り詰め、さらに世界の頂点をもつかみ取りました。天才少年と呼ばれた中学時代ですが、それは少し違うかもしれません。本当に何回も何回も挑戦して転んで、こんなちっちゃいジャンプがどんどん力ついて、どんどん大きくなって、練習も人一倍やってたので、他の子よりもやっぱり努力もしてたんだと思いますね。誰よりも負けず嫌いな性格、人並み外れた努力こそが羽生を強くしました。中学卒業後は東北高校に進学。幼き頃の夢へと近づいていきます。やはり本田選手、荒川静香選手、もうオリンピックですごい上位にいってる選手たちがいっぱいいるので、僕もそれに続いてオリンピックで、表彰台に立てるようにしたいなと思います。高校留学から半年後、羽生のある挑戦が始まりました。まあ、4回転を冒頭で入れること。それは現在の男子フィギュア界で主流となっている4回転ジャンプへの挑戦。全ては4年後のために。そういうオリンピックに向けての思いっていうのもだいぶ強くなってきたので、街全体が完全に津波に飲み込まれてしまいました。練習中だった羽生も被災。日常が変わりました。やめるやめない、またはどうすればいいのかわからないような状態っていうのが結構続いたんで。羽生結弦さんです。苦悩の中、全国のアイスショーを転々としていた羽生。その中で被災地を思い演じた曲、ホワイトレジェンド。今できることを精一杯表現しました。3月11日、僕は今まで体験したことのない恐怖を伴う大きな地震を体験しました。あれから1ヶ月が経とうとしていますが、被災地ではまだまだ大きな傷跡が残り、復旧のめどが立っていないところも多くあります。僕もこれから
精一杯努力をし演技することで少しでも力になることができればと思います。皆さんも被災地へのお力添えどうかよろしくお願いします。ふるさとを思う姿がそこにはありました。久しぶりに仙台に帰ってきた羽生、そこで待っていたのは、戻ってきたよ。またいなくなるけど、またいなくなるけど私は戻ってきた。大丈夫、大丈夫だった、大丈夫だった。練習してた。大切な仲間との再会。なんだろう、この一秒一秒をすごい大切にしたいなっていうふうに今は思ってます。苦労したこととかじゃなくて、それよりも先になんか感謝しなきゃいけないなっていう気持ちの方がすごい強いですね今。震災後必ずリンクに一礼するようになりました。いろんな意味で大きくなりましたね。いつでも滑れるリンクっていう、何時に来ても電気ついてていつでも氷があってっていうのが一瞬にしなくなってしまったので、氷があるってすごい幸せなことなんだなっていうのを改めて感じられたんだなと思いますね。スケートができる喜びを胸に、震災から1年が経った高校3年生の春、羽生はある決断をします。4回転の確率を高めたいとか、もっともっといろんな種類を増やしたいとか、もっと強くなりたい、その一心で世界に飛び出しました。に渡り2年、その思いは実を結びます。羽生は世界選手権3連覇の王者パトリック・チャンを破り、初めて世界の頂点に立ちました。宮城から世界に羽ばたいた少年は世界一の称号を手に、夢舞台への切符をつかみ取りました。やっぱり仙台っていう場所が自分をずっと育ててくれたところだと思っているので、僕にとってはその小さい頃からの夢の舞台なので、小さい頃からの集大成と言ってもいいかもしれないですね。精一杯に力を込めて演技していきたいなと思います。あの時誓った言葉、オリンピック優勝。夢への扉を開こうとしていました。大変すいません、 VTR の途中だったんですけれども、凱旋パレードのセレモニーが始まったようです。高谷さん、はい、そちらセレモニーが始まりましたか。はい、始まりました。今セレモニーが始まりまして、羽生結弦選手が挨拶をしていますね。現在知事がこれから挨拶をするようです。これから羽生選手におそらく県民栄誉賞が贈られるのではないでしょうか。県民栄誉賞、羽生結弦様、神奈川第22回オリンピック冬季競技大会スケート競技フィギュアスケート男子シングルにおいて世界を魅了した演技により優勝という偉業を成し遂げ、国民に多くの感動を与えました。このことは宮城県の誇りであり、東日本大震災から立ち上がろうとする被災地に大
さあ今村井知事から羽生選手県民栄誉賞が手渡されました。パレード前のセレモニーで今県民栄誉賞が羽生選手に渡されるという状況となっています。そしてこの後岡山市長が挨拶というのがありますが、高谷さん、はい、どうでしょうか、そのあたり今羽生選手の姿を現して。そうですね、セレモニーの地点から私がいるところは少し離れてはいるのですが、はい、大きい拍手がここまで聞こえてきています。そうですか、羽生選手が登場した瞬間はやはり大きな歓声が上がったんじゃないでしょうか。そうですね、一瞬わーっとなったので何事かとちらっと見るともう羽生選手舞台に立っていたの でやっぱり羽生選手の人気を確認しました。高谷さんのところから今のそのセレモニーの様子というのは見ることができるんですか。はっきりとは見えませんが、やはり歓声や拍手などで今どういうことが行われているんだな、真ん中に立っているのは羽生選手だなというぐらいは確認できます、はい、いやでもこの沿道のたくさんの観客の方はい、このセレモニーの周りに取り囲んでという形になりましたが、今日は人出の予想が10万人というふうに言われています。さあ羽生選手へと表彰がまた行われます。さあこの後いよいよ羽生選手の挨拶そしてパレードへと向かいます。金メダリスト羽生結弦選手の凱旋パレードを生中継でお伝えしていきます。さあ今はパレード前のセレモニーが行われています。先ほど村井健知事から県民栄誉賞が手渡されました羽生選手です。多くの方が詰めかけてそして歓声が上がっているという状況になっています。さあこの後このセレモニーが終わりますと羽生選手パレードと向かうということになります。さあ今日のゲストはですね羽生選手と親交の深いアーティストの指田文也さんにお越しいただいておりますが、指田さん、はい、表情からどうでしょうか。羽生選手緊張している顔なんでしょうか、どうなんでしょうか。そうですね、すがすがしい表情をしてるいや本当に今日天気もいいですから、はいね、羽生選手もまさに晴れのパレードというこの日を迎えることができます、できました。今もセレモニーで、賞を手渡されているという状況になっています羽生選手です。まあ、本当に指田さんはその2012年の全日本選手権のエキシビジョンで花になれという、ね、楽曲で、羽生選手が演出されたということなんですけれども、これどういう本当にいきさつでそうなったんですか。こうそうですね、まあ、楽曲で滑るというお話をなんかいただいてです、でも結弦君本人も気に入ってくれたということ で、まあ、それから彼自身も気に入ってくれて、ずっとやってくれてるみたいな。あ、そうなんですか、はい、そうするとそこからもうずっともちろんソチオリンピックの時も、はい、連絡を取りながらということだったんですか。そうですね、はい、そうですか。でソチオリンピックでね、戦っている羽生選手への応援歌というのもね、はい、作られたんですよね。そうですね、 ね、さあこうして温かい視線が今羽生選手に送られています。正式にですと今日は9万2000人の方がこの沿道に詰めかけているという情報が入ってきました。まあ、人出予想は当初10万人なんですが、まあ、それに到達するというほぼ到達するという9万2000人の方が今日はこの沿道に詰めかけてパレードを見ようというそういった状況にもなっています。さあそしてこれから羽生選手が挨拶を行います。ぜひお聞きください。本当に数え切れないほどの方々にこうやって、パレードに来ていただき本当に光栄に思うとともに、ここ仙台の地で、素晴らしい一番、スポーツ選手として一番評価の高い試合で、金メダルという成績を持ってくることができ本当に嬉しく思います。もう本当に僕4年前はジュニアの選手でシニアの大会に出ることすらできなかったのですけれども、こうやって4年間で、すぐオリンピックで金メダルが取れるなんて思ってもいませんでした。ましてや8年前荒川さんが、トリノオリンピックで金メダルのパレードをされているときは自分も金メダルを取りたいなと思っていましたけれども、ただ実際にこんなに早く、取ることができるなんて思ってもいなかったです。
今ちょっと緊張してるんですけど3年前この地では大きな地震が起きて、実際に僕はスケーター、スポーツ、アスリートとして、こうやって、世界の舞台で戦わせていただいてますけれども、そういった世界の舞台で戦っていって結果を取ることによって、どうかこの仙台または宮城被災地のことを忘れないようにしていただきたいなというふうに思っています。また、東北の方ではリンクが通年のリンクが一つしかありません。通年のリンクはアイスリンク仙台、僕が昔練習していた場所です。そのリンクも荒川静香さんのおかげでなんとか復活することができ、たくさんの方々に支えられこうやって金メダルを取ることができたと思っています。まだまだ後輩やたくさんのスケートをやりたいと思っている子どもたちがたくさんいると思いますので、どうか、ご支援のほど、また応援のほどよろしくお願いいたします。僕の挨拶と変えさせていただきます。本日はありがとうございました。羽生結弦選手からのご挨拶でした。どうぞ盛大な拍手をお願いします。羽生選手の挨拶が行われました。いや本当に19歳の青年が、幸田さん、なんかこうすがすがしくねマイクに向かって話している姿が印象的でしたね。はい、そうですね。さあこれから挨拶も終わってパレードの準備が始まるということになります。高谷さん、いやもう本当に、このセレモニー、羽生選手が今先ほど挨拶した時は、こちらではもう声はちょっと聞こえなかったんですけれども、そうですか、首を長くしてますということはこういうことでしょうか。もう皆さん羽生選手を一目見たくて、もう背伸びしたり、本当に首を長くしているように羽生選手の様子を伺っていました。そうでしょうね。はい、ありがとうございます。まもなくパレードが始まるようですね。まあ、本当に今か今かという状況で沿道の方は待っていらっしゃることでしょう。震災のことにも触れました羽生選手、荒川さんの金メダリスト、金メダルを取ったときはまさか自分がという話もありましたけれども、まあ、その仙台でのパレードではトリノオリンピック金メダリスト、仙台出身の荒川静香さんに2006年8月27日の月曜日、同じく東二番町通りで凱旋パレードを実施しました。その時は沿道におよそ7万3000人の方が詰めかけたというパレードになりました。それでは改めまして、あれから8年、仙台出身の今度は羽生結弦選手、金メダリストとしてふるさと仙台森の都を凱旋パレードを行います。さあいよいよパレードカーに乗り込んで東二番町通りをパレードします羽生結弦選手です。ただ挨拶の中で幸田さん、はい、ちょっと緊張してますっていう話をしてましたけれども、はい、やっぱりそれは緊張しますよね。そうですよね。あんまり緊張してなさそうにも見えましたけどね。ただあれですか、普段から話すときもすごくこうたくさん話をするそうですね、羽生選手ね。そうですね、はい、まあ、どちらかというと幸田さんがあまり話さないのでっていう話をされてましたけど、ね、そうですね、しゃべりが苦手で。さあ今パレードカーの方に向かいました羽生結弦選手です。さあそして沿道にあらあらかしこの MC の千葉直樹さんと飯田アナウンサー到着したでしょうか。千葉さん、はいはい、到着しましたね。はい、来ました。こんにちは、ついてますよ。もう絶好のパレード日和でもにぎわってますよ、ね、こちらは。人もすごいですよ、見てください、今か今かと本当に待ってます。すごいですね。金田さん、僕もね本当にあったかくて、ジャケット脱いじゃいました。興奮気味です。私もこの格好でも全然暑いぐらいにいい天気ですよ、ね、いやでもそうでしょうね。はい、はい、それではここからはこの3人でパレードの模様をお伝えします。お願いします。まあ、その映像を見る限り本当に後ろは八重垣の人垣という状況になって、たくさんの方がね来てるっていうのが分かりますね、はい、さあその沿道の方の思いをこのパレードカーに乗った羽生選手が届けるという形になります。4トントラックの荷台に乗る形になるというこのパレードです。パレードカーの車高が2メートル50センチ、その上に乗ってパレードは進んでいきます。
このパレードには同乗者がいらっしゃいまして、羽生選手の母校東北高校フィギュアスケート部部長の荒川里奈さん、部員の浅利由美さん、系列高校の東北高校インターナショナルスクールの生徒のマリカ・スチュワードさん、そしてティワ・スチュワードさんのこの4人の方と一緒に同乗してパレードを進めていきます。この4人はいずれも羽生選手がホームリンクとしていましたアイスリンク仙台で今も練習しています。羽生選手はパレード開催に際しまして、仙台でフィギュアスケートを頑張っている後輩たちと一緒にパレードしたい、そのたっての希望が叶って、まあこのパレードカーに5人が同乗してパレードを進んでいくという、さあ今金メダルを高々と今突き上げる形になりました。何かこの森の都でその輝きが一層増したような、そんな金メダルにも見えます。今日は9万2000人の方がこのパレードの沿道に詰めかけました。ソチオリンピックの歓喜から2ヶ月、ふるさと森の都は金メダリストの凱旋を待っていました。19歳の青年が放った情熱と感動に突き動かされる格好でこの日を迎えることになりました。金メダリスト、世界の頂点に立った仙台出身の羽生結弦選手の凱旋パレードが今から始まります。最初はそこね、落ちる、すげえ揺れるこれ怖いです、怖いです、揺れるというね、今話もありましたけどね Your English is better. No.ここからパレードを行います。羽生選手はグランプリファイナル優勝、ソチオリンピックでも金メダル、そして世界選手権で逆転優勝を果たして世界大会3冠を達成して、まさに絶対王者の道を歩き始めているという羽生結弦選手です。オリンピックだけではなくて、あっと羽生選手がこうの一挙手一投足にね、黄色い声援が飛ぶというね状況にもなっていますけれどもね。さあ東二番町通りと青葉通りの交差点をスタートして北へ880メートルパレードしていきます。隊列がおよそ65メートルというふうに聞いています。さあ今パレードが始まりました。金メダリスト羽生結弦選手、歓喜の凱旋パレードが今始まりました。沿道の方に手を振っています羽生選手です。先導するパトカーが今動き出して、そして音楽とともにパレードスタートという形になりましたが、いやーこれ内上さん、はい、たくさんの方沿道にねいらしてますね。本当に埋め尽くされてますね。早い人はもう夜中に来ていた方もいるというふうにね伺っていますけれどもね、9万人を超える方がこのパレードに参加しています。さあでは沿道にいる高谷さん、どうですか、そちらから今始まりましたね、まだ羽生選手見えないんですけれども、先ほど車に登ってお立ち台に登ったあたりから一人だけちょっと背の高い人がいるなという感じ、それが多分羽生選手だと思われます。肉眼では確認できませんが、多分羽生選手一番背の高いように見えるので、こちら今すごく皆さんカメラを持ってその羽生選手を映そうとしていますね。あとビルからもたくさんの人が羽生選手に向かって手を振っているのが見えます。そうですね、今日は東二番町通りの全8車線が通行止めとなりました。外側の 6車線が観覧スペースということになっているんですが、上空から見ましてももう片側のその4車線の方はたくさんの人でこう列をなしているという状況になっています。ありがとう、おめでとうというね今声もかけられましたが、歓声はどうなんですか高谷さん、そちらにいて。はい、すいません、歓声はどうですか、聞こえますか。はい、結構大きい声なので、金沢さんの声聞くのやっとですね。あ、そうですか。黄色い歓声がやっぱ女性の方が本当に多いので、黄色い歓声が聞こえてきます。私の目の前はまだ静かなんですけれども、遠くの方で大きい歓声が聞こえてくるのが分かりますね。そうですね、その歓声がどん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 近づいてきているなという感じがします。さあちょうど今青葉通りの交差点と広瀬通りの交差点の半分近くというぐらいまで進んでいるでしょうか。まあ、進む時速がおよそ 4.8 キロというふうに、ね、伺っていますから、だいたい人が歩くスピードとの同じくらいでこの北へ880メートル、あー今
大きな歓声が上がりました。それに応えるような形になりました羽生選手です。うわこの人ね、観客の皆さんすごい数になってますね。いや荒川さんの時はパレードは2006年の3月でしたけれども、その時は7万3000人の観客が集まりましたが、それを上回る多くのファンの方、観客の方がこうして詰めかけています。羽生選手のスマイルがね、はい、今ずっと見られていますけれどもね。まあ今回は凱旋パレードの資金確保のために、おおポーズも取っています今、まあ、いろんなパフォーマンスをしながら今こうパレードしていきますが、ね、大サービスですね、両手でね手を振ってますけれどもね。その資金確保のために売上金を資金に充てるオリジナルの記念 T シャツの販売も行ってこのパレードにこぎつけました。まあ、T シャツの売れ行きは好調で、用意した2万枚の T シャツはおそらく今日もうすでに完売という形になって、資金不足という心配もなくなりました。まあ、県民の皆さんの善意によりまして、羽生選手に心置きなくパレードに参加してもらえるという状況の中での歓喜のパレードとなっています。アーケードのところを今通り過ぎようかというところだったんですが、いやこれは淵上さんはね、あの楽天パレードの時もね、はいはい、現場に行ってましたけれども、そうですね、いやそれと変わりないぐらいね、これそうですね、そして女性の声がやっぱり多いですね、 あの時と比べると、はい、今ちょうど中心部ということになっています。アーケード街と東二番町が交差するその通りを今過ぎていきますが、いや本当に大歓声の中、歓声と歓喜のシャワーの中をこう進んでいくという新緑の森の都、すがすがしさを持ってこの羽生選手がパレードに参加しています。さあ今高谷さん目の前に来ましたか。はい、もう肉眼で羽生選手確認できるほど近づいてきました、ゆっくりゆっくりとではあるんですけれども、はい、もうしっかりと確認できるほど近づいてきました。やっぱり皆さんあのオリジナルのファンの方、オリジナルの自分が作ってきたグッズを持って羽生結弦選手おめでとうなど掲げていますね、あと熊野ペさんのぬいぐるみなどを持っている方も見られます。あの実際のくらいでね、羽生選手必ずね、今のプーさんをね、手にしてというね、はい、シーンがありますからね。いやでも高谷さん、歓声が今すごいんじゃないんですか、はい、もう歓声すごいですね、歓声と皆さん手を振っていて、もう私の声聞こえますか、金沢さん聞こえますよ大丈夫ですか、もう本当に自分の声を聞くのも精一杯なほど、黄色い歓声と大きい声で羽生選手の名前やおめでとうなどという声が聞こえます。あ、もう羽生選手の表情、今電力見る前なんですけれども、羽生選手の表情が見えました。今あのポーズを取った時、ね、やっぱり女性の私も今キャーと叫びそうになりましたがそのポーズを取った時はかなりの黄色い声が聞こえました。もう羽生選手が見えるとなると、やっぱりビルの中からも窓からたくさんの人が手を振っています。あのトラック、やっぱあのオープンカーよりも高いの で、 そうです、ね、結構後ろの方からも見えるのではないでしょうか。そうです、ね、私は結構もう 見上げる形となっているので、羽生選手からは奥のファンの方まで見えられると思われます。まあ、前回の荒川さんのパレードの時はオープンカーでしたので、なかなか遠くの人が見ることができなかったということで、今回は高さ 2.5 メートル、その高さの上に羽生選手が立って、皆さんに見ていただこうという配慮もあって、このトラックの荷台に、乗ってのパレードということになっています。まあこれですと見えますからね、わ本当にこの歓声が羽生選手の耳におそらく届いていることでしょう。大きな歓声が今羽生選手に送られています。さあゆっくりとではありますが、今進んでいこう、羽生選手のトラックいます、止まりましたね今ね、しかも止まっています、そうですね、すごくあの楽しいですね、嬉しいですね、もう羽生選手いつもずっと笑顔で皆さん沿道の皆さんに手を振っています。やっぱりところどころ羽生選手、あの羽生選手の愛称のゆずという声も聞こえてきますが、その声援に応えるように皆さんに向かって手を振っています。いや本当にあ今ピースを、あ本当ですね、ピースを
てくれました、金沢さん。そうですね、うわこちらに向かっています。ピースをしてくれました羽生選手です。私の前を通り過ぎたんですけれども、やはり羽生選手ずっと笑顔で、そのずっと声援も鳴り続いているので、すごく人気のある役を改めて感じました。やっぱりこう見せますね、彼のね、サービス精神も、一挙手一投足に声援が送られるという状況になってますけれどもね。いやー本当に進んでも進んでも、この観覧するスペースのファンの皆さん、こうしてね手にうちわを持って声援を送っている方もいらっしゃいます。さあではここで、お知らせがあります。羽生結弦選手の仙台凱旋公演が決まりました。 Together on Ice 明日へつなぐ氷上の共演と題しまして、今年6月13日14日の2日間会場はゼビオアリーナ仙台で公演が行われます。宮城県ゆかりのスケーターやモンキーマジックなど人気アーティストも多数出演予定です。音楽とスケートのコラボレーションなど見どころ満載の公演となっています。さあそしてプレゼントもあります。はい、この公演の SS 席ペアチケットをお二人の方にプレゼントします。ご応募はただいま出ている番号 0085-080-080、 携帯電話またはスマートフォンからかけてください。受付は番組終了の午後2時25分までです。当選者の方には4月30日までに電話でご連絡いたします。はい、さあそして今日のゲストはですね、羽生選手と親交が深いアーティストの指田文也さんにお越しいただいているわけなんですけれども、指田さん、実際羽生選手とどんな時にこうメールとか会話とかっていうふうにされてるんですか。まあ、特に決まってなく普通に普段通り。あ、そうですか、はい、今日のこのパレードについては連絡は取り合って、あれ、そうですね、今日この番組に出るっていうこと、どうしようかっていう話二人で何話そうかって。そうですね。あ、そこまでもう打ち合わせもしていただくぐらいの。いやいや、まあ、全然ノープランなんで。あ、そうですか、はい、じゃあ来たらぜひですね、今日の感想も聞いていただきながらというのを、ね、進めていただきたいと思うんですけれども、その指田さんなんですけれども、5枚目のシングル、ハロー EP、4月23日に発売ということで現在発売中ということなんですけれどもね、でこの、楽曲に、加えまして、中にですかね、ドキュメンタリーという楽曲がありまして、はい、まあ、羽生選手への応援歌、はい、これもね、そういった意味で作られた曲も入ってらっしゃるんですが、そうですか。そして今日、仙台のクリスロードのミニライブも行うということですね、はいはい。まあ、あのエキシビジョンでも流れて羽生選手が、それで演技をしたというね、はい、あの花になる、これはどうでしょうか。今日はライブでやっていただけるんでしょうか。そうですね、全然普段からあんまり中身を決めないでライブしてるんですけどそうですか多分やるかなと。あ、そうですか、はい、あ、じゃあやるということ、やるということ、そうですか、それも聞けるということですのでね、はい。この後、そしてこのパレードが終わった後にこの特設スタジオに来ていただいて生出演ということも予定しています。さあどうでしょうか。今木下さん、そちらから羽生選手はどうですか。そうですね、こちらはまだ確認はできないんですけれど、観客の皆さん、おそらく羽生選手がいらっしゃるだろうという方向を一斉に向いて、今か今かと待ちわびている状態です。あ、そうですね、はい、こちらでもたくさんの方が待っていらっしゃいますね。そうですね、もう詰めかけてすごい状態になっています。そうですね、はい、あ、今ゆっくりとではありますが、今度は常禅寺通りとの交差点付近へ向かっているというこの羽生選手のパレードカーです。今一回止まって、そうですね、観客の方にこうして手を振るというね姿も見られますが、さあまだまだこの後凱旋パレード続いていきます。さあ凱旋パレードは広瀬通りの交差点を過ぎたあたりに進んできました。全長880メートル、そのパレードコースをゆっくりと今北へ向かっています羽生選手です。歓声のトンネルの中をくぐるような、そんなパレードにもなっています。まあ、幼き頃からの成長の歩みをつぶさに見つめてきた我々にとっては、我が子のような、あるいは弟のような存在の羽生選手に、地元生まれということだけではない格別な感情を抱く、そういう方も多いんじゃないでしょうか。そういった文字通り温かい声援に包まれて今パレードが進んでいます。
さあでは千葉さんも今まだ待機されている状況でしょうかね。千葉さん、はい、どうですか、歓声そちらにも届くようになりましたか。まだですね。まだですか。ここからはちょっと見えてないんですけれども、もう本当にまだまだ奈々ちゃんまだなの。そうなんですよ。でも今か今かと私たちも待っているんですけれどもね、ただ続々と集まってくる方は増えていますね、はい、そうですね、皆さんもそろそろカメラも準備されてますよね、そうですね、そわそわしちゃってます楽しみです、ね、ラストスパートというようなところでの中継ですからね、もう間もなくということになっています。さあ表情はずっと笑顔のまま、そして初夏の陽光に金メダルが照らされてという輝きを増してのパレードともなっています。まあ、あの震災で自宅も大きな被害を受けたため、羽生選手自身も避難所で3日間過ごすということを余儀なくされました。金メダルを獲得した直後もこう語っています。震災の後スケートをやめようと思った、しかしたくさんの方々に支えていただきオリンピックの舞台に立てた、支援をしていただいた方たちに恩返しができた、そう言って被災地のことを思い涙ぐみながら話すというシーンもありました。まあ、ですから沿道にいらっしゃる方は感動と勇気、希望を与えてくれたこの羽生選手におめでとうという気持ちとありがとうという感謝の気持ちで今日を迎えた方もいると思います。おめでとう、あるいはありがとう、そういった言葉が飛び交う中でのこのパレード。さあ今タワービルの前を通過ということになりました。もう間もなく常禅寺通りとの交差点付近に向かうというこのパレードです。さあ千葉さん、もう歓声届いているんじゃないですか。千葉さん、はい、やっとですね、車がちょっと見えてきましたね。あ、そうですか、はい、羽生選手の姿はどうですか、そちらから。まだここからちょっとねポツンとしか。あ、そうですか、はい、でもねだんだん車が見えてきたので、ね、あの近くの人たちもすごい騒がしくて、そうですね、手を振ったりもされてますね。そうですか、でも千葉さんやっぱり同じ仙台出身ということでね、はい、金メダルはやっぱり感慨深いものがあったんじゃないですか。いや素晴らしいですよ ね、 ね、本当にあの、まあ、僕は一アスリートとして本当にあの尊敬します。あ、そうですか、はい、もちろんその本番での勝負強さもそうですし、なんていうんですかね、まだまだこれから可能性がものすごいある選手じゃないですか。です、ね、本当に楽しみですよね。いやでも本当にあの期待を受けているっていうのはね十分分かっている中で、はい、そのプレッシャーを背負って金メダリストですから、やっぱりこれはアスリートとしてのそのメンタリティ、ね、これ素晴らしいですよね、はい、なんか僕がこんなこと言っていいのかなって感じですよねいや、まあ、ミスターベガルタと言われたね千葉直樹さんも今ね、もう間もなくその付近へとこのパレードが進んでいこうという状況になっています。本当に確かに藤森さん、はい、女性の方多いですね、やっぱりね、女性の方が、若い方そして多いですね。あ、そうかもしれませんね、本当にアイドルのコンサートみたいにいやでもね、あの真摯にひたむきに一生懸命滑るあの姿というのはね、はい、やはりね感動、そして目に焼き付いている方もまだいらっしゃるでしょうしね。あの金メダルを獲得したソチオリンピックから2ヶ月、金メダリストの羽生結弦選手、ふるさとの森の都仙台でパレードに帰ってきました。まあ、沿道に来ていらっしゃる方なんかこう一人一人にね手を振るような、まあこの辺りが羽生選手らしさですかね。なんかそんな感じしませんか、佐藤さん、どうでしょうかね。そうですね、なんかにこやかで、さあどうでしょうか、もう間もなく常禅寺通りとの交差点付近ということで、木下さん、はい、どうでしょうか、もう見えてきたんじゃないでしょうか。そうです ね、もう見えてきましたよ、はい、もう歓声も少しずつ大きくなってきました、いやもう青空に映えますよね、羽生選手、ね、金メダルも笑顔も綺麗ですね。あ、深々とお辞儀をするという形で、この辺りがね羽生選手らしいという感じがしますけれどもね、皆さんも一斉に手を挙げられ、カメラの用意されてますね、観客の皆さんも、はい、まあ、プレッシャーと戦いながらもふるさとを思う青年の姿と被災地の祈りはオリンピックの女神を振り向かせました。羽生選手に掲げられた金メダルは東北に住む私たちにとってはかけがえのない輝きに映る、そんなパレードにもなっています。さあ千葉さん、もう見えたでしょう。もう来てますよ、ね、だいぶ、今ですね、今ちょっと木の陰ですけど、はい、間もなく本当に見えます。あ、このポーズも渡していますが、
ですね、今ちょうどマーチングバンドの演奏が聞こえ始めましたね。あ、そうですか、はい、ちょうど隊列が65メートルいよいよかという感じです。いうことですからね、あと20メートルぐらいでそちらの方に向かうということになるんじゃないでしょうか。もうパレードも佳境を迎えます。全長880メートル、東二番町通りで行われていますこのパレード、全車線8車線を通行止めにしまして、そしてその観客の中を通っていくパレードになっています。さあ、常禅寺通りの交差点が見えてきました。はい、こちら、はい、そうですね、歓声が少しずつ大きくなってきました、はい、あの横断幕ですとかポスターを掲げている方も大勢いらっしゃいますね、はい、世界大会3冠を達成し、まさに王者の道を歩き始めている羽生結弦選手、この歓声が羽生選手の背中をさらに押して進化した姿というのもこの後見せてくれるでしょう。さあさあ見えてきましたか、僕らの後ろに、はい、姿は見えていたんですが、もうだんだん表情も分かる距離まで近づいてきました。来ましたよ、見えましたか、いよいよ、はい、もう皆さん精一杯手を振って、はい、声援を送っていますね。そちらからだとどうですかね、肉眼ですと手を振ってる姿とかっていうの分かりますか。そうですね、もう十分見えますね。やはりあのこのパレード感の高さがありますので、遠くからのお客さんでも十分見えますね。そうですか、金メダルも輝いています。そうですね、ありがとうという言葉をね今ね気にしましたけれどもね、もう360度回りながら手を振るという ね、 そうですね、はい、羽生選手のらしさと言いますかね、あもう女性の歓声がやはり目立ちますね。そうですか、止まりましたね。あ、ここで一旦止まります。気づきますかね、千葉さん、どうですかね。気づいてくれないでしょ。当初乗り込むとおっしゃってましたけれども、ちょっと無理ですねこの距離はね、すごいですね本当に皆さんにちゃんとお答えしている羽生君の姿がすごい素晴らしいなと思いますね。あ、すごいですね、今目の前をちょうど通過されています。皆さん一斉に手を振っています。ふるさとと共に、そして歓喜とともにパレードが間もなく佳境を迎えます。今常禅寺通りとの交差点を過ぎまして、さあもう間もなく仙台市役所前のゴールへというふうに向かいます。ああ、今ちょうど交差点に入るという状況になっていました、失礼しました。今交差点へ向かうというパレードカーです。本当にその羽生選手ね、ずっとお辞儀しながら手を振りながらという、ね、形になりますね。さあもう間もなくというところなんですが、この後パレードは佳境を迎えます。そして羽生選手生出演です。すごい、人気羽生選手の次は羽生結弦選手の凱旋パレード、いよいよ佳境を迎えています。ゴール付近までやってきました。9万2000人の方がこの沿道に詰めかけて、羽生選手歓喜のトンネルの中を通ってきました。このパレード、もう間もなくゴール付近という形になっています。千葉さん、千葉さん聞こえますか。さあどうでしょうか、歓声で聞こえないという状況かもしれませんけれどもさあもう間もなくというところなんですが、さあ今、はいはい、パレード、あ今千葉さん、はい、どうでしたか実際に。今もうここはですね、通り過ぎてしまったんですけども、はい、今ですね、人の波が羽生選手を追いかけて、はい、ぞろぞろと今ねたくさんの方が移動してますね。さあソチオリンピック金メダリスト羽生結弦選手、パレードカーを降りまして、これでパレードゴールという形となりました。多くの方に声援を受けて羽生選手、祝福の凱旋パレードを終えました。いやー、佐々さん、はい、なんか本当にだんだん進むにつれて羽生選手の、ね、笑顔と、はい、そして沿道の方に手を振るあの姿、いや、ね、本当に印象的でしたね。はい、普段羽生選手のことを何て呼んでらっしゃるんですか。そう、あんま決まってないですけど下の名前で呼ぶこと多いかもしれない。あ、そうですか、はい、さあこのパレードを終えて特設スタジオに、はい、後ほど羽生選手生出演という形を取るわけなんですけれどもね、いやでも本当にあの随所にねこのパレード羽生選手らしいと言いますか、うん、360度ぐるっと見渡しながら手を振るというね、はい、本当に丁寧に、ね、対応してましたね。本当に印象的でしたけれどもね、うん、そして最初から最後までこの笑顔、うん、ね、はい、そして今日は本当にパレード日和、あの初夏の日差しが本当金メダルにこう照らされて、はい、キラキラしてました。一段と輝きを増していたというね、はい、
当に今日はいいパレード日和ということにもなりましたね、うん、さあそしてこの後生出演という形を取らせていただいて、そして羽生選手はまだ知らないんですけど、はい、プルシェンコ選手からのこの日のパレードのためのメッセージも、はい、仙台放送では、送っていただきました、はい、それをですねサプライズ企画としてちょうどね、見ていただきたいというふうに思いますけれどもね、はい、あとは佐下さんとのそのプライベートの話もですねぜひ聞かせていただければというふうに思います、ね、できたらいいです。さあ今日は9万2000人の方が訪れたパレード、はい、東二番町通りの880メートル、青葉通りの交差点をスタートしまして、そして仙台市役所前までを歓喜の中をパレードしました。まあ本当に淵上さん何度も言うようですけれども、はい、女性の方が多くてね、女性の方がとにかく多いですね、19歳の声援がこうして応えるたびに大きな歓声、そして黄色い歓声がね、はい、飛び交うというね、まあ、それが印象的なパレードということになりましたね、はい、いや本当にね見るものを魅了する機内のスケーター、パレードでも見るものを魅了したという形にもなりましたけれどもね、まあ、ただ本当の能力の限界のその先を見据えている状況もね今ありますから、はい、まあ、本当にねたくましさも感じるということなんですよね、まあ、我々にとりましては本当に幼い時からの映像を見てますから、はい、まあ、なんと言いますか本当にこう親心ではないんですけれども、ね、あるいは弟のような感覚でねご覧になっている方も多いと思うんですけれどもね、まあ、その羽生選手が、はい、格別な思いをね、はい、持っての金メダルということですので、うん、いや本当に森の都がね、嬉しい嬉しい歓喜に包まれるパレードということになりました、はい、いやもう本当晴れてよかったですね、本当に晴れてよかったです ね、まあ、一旦ね開催もちょっと資金がどうかという話もありましたけれども、うん、県民の皆さんの善意によりまして T シャツもね、はい、飛ぶように売れたということで、その資金に充てることができましたし、募金の方も多く集まったということですのでね、はい、まあ、楽天のパレードもそうだったんですけれどもね、本当にこう森の都ふるさとをね、みんなでパレード盛り上げようというね、そういった観客の皆さんの思いもね、今日は通じたこの晴れのパレードということになったかもしれません、はい、さあ羽生選手まもなくこの特設スタジオに向かうという状況になっています、はい、パレードを終えたばかりなんですが、このスタジオに生出演、まもなく羽生選手がこちらにやってきます。あ、もう最後までこうしてねお辞儀をして礼を尽くして、後輩の東北高校の吹奏楽部の皆さんが今羽生選手を出迎えるという形になりました。さあ拍手でこの特設スタジオにやってまいります。およそ30分間、さあ羽生選手が今、はい、あ、いらっしゃいました。こちらどうぞ。お疲れ様でした。あ、ではではまずハイタッチ。お疲れ様です。ではまずですね、羽生選手改めておめでとうございます。おめでとうございます。はい、あ、こちら準備ですけれども、おめでとうございます。お疲れ様でした。あ、ではお座りください。はい、今日文也さんめっちゃ疲れてるんですよ。いやいやいやめっちゃ疲れてる。顔見るだけで終わりました。おめでとうございました。お疲れ様でした。まずはじゃあお座りいただいて、はい、ありがとうございます。すいません、はい、これの終わった直後なんですけれども、いやいやいや本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。いやもう本当に今日は晴れてよかったですね。ですね、本当に気持ちいいパレードをさせていただきました。そうですね、うん、改めてになりますけれども、はい、パレードを終えて、はい、すいません、はい、マイクをじゃあつけさせていただきます。違う、イヤホンですかね。イヤホンをすいません、つけさせて。本当に今来て生出演という状況になっていますけれどもね、はいはいはい、頑張ります。佐志田さんとのハイタッチで来ていただきました、はい、本当に親交があるんだなというね、これでお分かりになった方もいらっしゃるかと思いますけれども、すりました顔見つけてなかった。羽生選手、はい、改めてなんですけれどもパレード感想いかがでしょうか。本当にたくさんの方々に来てくださいましたし、僕が聞いたのは10万人ほどという話だったんですけど、多分それ以上にたくさんの方々が来ていただいたのかなというふうに思うので、本当幸せでした。あ、そうです。歓声はどうなんですか。耳に届いてましたか。もちろんです。一人一人の声をしっかりと聞くことは難しかったかもしれないですけれども、ただ時々バナーというか横断幕を持った方々もいらっしゃいましたし、本当に応援してくださったんだなという感覚がありました。あ、そうですか。佐志田さんとも話してたんですけれども、はい、もう
パレードが随所にこの羽生選手らしさ、もう皆さんに手を振って一人一人にこう応えるようなすごい印象的だったんですけれども、どんな思いでやられたんですか？どんな思い、そうなりますよね。まあでもあの本当にあの、まあ、天気にも恵まれて、はい、あの神様にもね、あのやっぱりみんなに見ていただくチャンスを作っていただけたので、本当に幸せだなって思ってました。ああそうですか。ちょっと金メダルが見たいなと思ったんですけれども、金メダルは、メダル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 、せっかくですのでね、じゃあ準備でき次第ですね、見せていただきたいと思います。メダルいいですか、メダル伝えてください、まあね、皆さん金メダリストというのはもう十分分かってるんですけれどもね、すみません、いやいやいや、そうなんですよね、あまりにも取ってきちゃいました。でもサッシャさんとは本当に普段から交流があるということなんですけれども、普段から、はい、メールとかでやり取りをやってるんですか？はい、あの PC メールなんですけれども、PC メールの方で、あのちょくちょく連絡を取らせていただきます。どんなこう会話をされてるんですか？とかしょうもない本当にしょうもない。あ、そうなんですか、はい。ただあれですよね、あの2012年の全日本選手権のエキシビションで、はい、花になれというね、はい、楽曲で演技されたということなんですけれどもね、はいはい、あれはどうしてその曲をというふうに思われたんですか？まあ、最初はその主催会社の方から、この曲を使ってくださいということで、うんうん、渡されたんですけれども、はい、僕自身すごく指田さんにハマってしまって、それからもうほとんどもう全ての曲をほとんど空で歌えるくらい特に白黒っていうアルバムはもう全て空で歌います。あ、そうですか。そうするとじゃあ大会前とかにこう気分を聞いてますね。あ、はい、そうなんですか。あまりピアノの曲なんで、アップ時とかは静かになる曲も多いんで、あまり聴かないんですけども、ただリラックスしている時など、本当に癒されてます。そうですか、ありがとうございますそんなタイトルまでまあ改めてになるんですけれども、その金メダル、これ被災地の方へというね、恩返しという話をよくされてますけれども、はい、どんな思いでこう金メダルをこう首にかけた時っていうのはあったんですか？いや、金メダルをかけた時はやはり、嬉しかったっていう気持ちもあったんですけど、ただ実際に何一つとして直接的に何かできてるわけじゃないなっていう感覚はあったので、被災地のためにも何かここからまたここがスタートで発信 していかなければなというふうには思ってました。そしてですね、今日実はですね、はいはい、サプライズ企画がありまして、この方からこの日のためにメッセージを送っていただきました、はい、ちょっとお聞きください、ご覧ください。 Hello my friend, hello my big, big idol right now. You are my idol, not me, you my idol. So hello Zuri, I would like to congratulate you with such a great job, with such a greatperformance, what you did in Olympic Games and of course in Worlds Championships and all season. You did such a great job. And of course, keep working hard. And of course, I would like to see you very soon. So stay healthy and of course, congratulations. というこの日のパレードのためにプルシェンコ選手がですね、羽生選手メッセージを送っていただきましたけれども、どうですか、どんなように感想をお持ちですか？もうもうね、本当に僕のアイドルというか、僕のヒーローなので、ちょっと恐れ多いですね、まだ逆にプルシェンコ選手の方が羽生選手はアイドルというふうにおっしゃってましたけれども、やはりシーズン通して頑張っていって、でまたオリンピックでもこうやっていい成績を取ることができて本当に良かったなというふうに思います。そうですか。あ、ようやく今金メダル届きました、はい、こちらが持っていただいてもよろしいですか？はい、はいはい、すみません。こちらが金メダルということなんですね。いやでも羽生選手、十分ね期待を受けてのオリンピックで、はい、プレッシャーも背負いながらの金メダルだったと思うんですけれども、はい、そういった気持ち、どういう思いにこう演技に持っていったんですか？いやもうプレッシャーは本当に壁でもあるし、でも壁であるからこそまた自分がそこを乗り越えたら強くなれるっていうのも分かるんで、本当に楽しみながらやりました。ただフリーの方は緊張しました。そうですか、やっぱりね、はい、ただどうなんですか、世界大会でこれ3冠達成ということなんですが、はいはい、まだまだうまくならなくてはいけないんですか？もちろんです、うん、もちろんもっとうまくならなきゃいけないと思いますし、まあ、
若干休養したいなという気持ちはちょっとありますけれども、はい、ただ僕にとってはあのまだ 10代ですし、これからも しっかりと精一杯やりたいなと思います。あのプルシェンコ選手はですね、このメッセージ以外にもですね、別 あの2種類の4回転ジャンプじゃなくて別の4回転が飛べれば、はい、スケーターとして別次元の選手になれるというふうにもメッセージを話していました、はい、その辺はどうでしょうか。もう1種類ループジャンプという4回転は今決めることができているので、はい、あとはもうちょっとでルッツジャンプっていう、まあ、一番4回転っていう回転数の中では一番難しいジャンプがもうちょっとで飛べそうなので、はい、まあ、しっかりとゆっくりと健康を第一にしながらやっていきたいなと思ってます、はい、ただこの先本当に今あの成績だけを見ると、はい、もう絶対王者かなというところなんですが、羽生選手ご自身どのようなところにこう目標を置きながらこの後進んでいこうというふうに思いなってらっしゃいますか。特に結果にはこだわりはないんですけれども、ただはっきり言って今シーズン取れたかもしれないですけど、来シーズンは全く新しい試合というふうに考えなくてはいけないので、あのしっかりとその新しい試合も楽しみながら、タイトルを狙っていきたいなというふうに思ってます。ああそうですか。指田さんから何かメッセージありますか。いやもう彼すごい才能を持っているので、もういつも通りにこれからも滑ってもらえれば、はい、もう自然と結果ついてくると思うので、もうずっとこのままのスケートを続けてほしいなと思います。ああそうですか。なんか変な感じ普段こういう会話あまりされないですすごい変な感じなんですよ。そうですか。では最後になりますが、すいません羽生選手、今日皆さんにですね、ぜひメッセージをここでお願いしたいと思います。お願いします。はい、こんにちは、羽生結弦です。今日は、パレードを開いていただき本当にありがとうございます。こうやって皆さんの前で報告することができて本当に嬉しく思いますし、またこれからも一生懸命頑張りますので、どうか応援よろしくお願いいたします。そして羽生選手、この後パレードだけではなくて今度は公演も仙台でやっていただけるということで、はい、そちらもぜひ楽しみにしたいと。ぜひお越しください。そうですね、金メダリストがね、地元ふるさとで滑るというね、はい、これはぜひですね、ご覧になっていただきたいと思います、はい、本当にありがとうございました。そして改めておめでとうございました。金メダリストの羽生結弦選手にお越しいただきました。金メダルもしっかりと持ってきていただきました。ありがとうございました。羽生選手の凱旋パレード、今日は特別番組でお伝えしてまいります、はい、さあ、羽生選手生出演という形になりましたけれども、はい、指田さん、はい、独特のお二人のこの空気感もありましたなんか変な感じまあ多分普段そういう話は、ね、されないんでしょう ね、はい、面と向かってっていうのは、ね、そうですね、どういうテンションで喋っていいのかただでも本当に羽生選手もこうふっとね、はい、こう緊張が和らいだ表情をしてくれましたので、はい、ねまあ本当にね、あとインタビューにもしっかりとねまた答えてくれて本当に先を見据えているという感じね、はい、しましたけれどもね。ではやはり感動のもう一回ソチオリンピックの金メダルを取りました、はい、ショートプログラム、はい、圧巻の演技をもう一度ご覧になっていただきましょう。その時の感動がね、というねソチオリンピックでの圧巻のショートの演技を見ていただきました。さあ、千葉さんはまだいらっしゃいますか。はい、千葉さん、今完全にあの映像を見ながら酔ってましたね。すいませんね。ね、本当ですね。何回見てもやっぱりあの演技はいいですよね。いいですね。はい、そうですか。いや、千葉さん、本当に今日パレードを迎えられて本当に良かったですね。はい、ね、本当に良かったです。ですね、いや本当にありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。さあでは改めてになりますけれども、ここでもう一度お知らせがあります、羽生結弦選手の仙台凱旋公演 Together on Ice 明日へつなぐ氷上の共演、今年の6月13、14の2日間、会場ゼビューアリーナ仙台で行われます。そしてプレゼントもあります。はい、この公演の SS 席ペアチケットをお二人の方にプレゼントします。ご応募はただいま出ている番号 0085-080-080、 携帯電話またはスマートフォンからかけてください。受付は番組終了の午後2時25分までです。当選者の方には4月30日までに電話でご連絡いたします。はい、そしてさん、どうもありがとうございました。この後クリスロードでミニライブがあるということですね、はい、ぜひ足を運んでください、はい、さあスポルタンライブでも今日の様子詳しくお伝えします。ありがとうございました。ありがとうございました。We'll be right back.
この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。